急げ、次が来るぞ。ほら、ギリ、立て直せ、援護するよ。このの皇帝と日取りは了承した。ノクティス王子の出発を認める。ありがとうございます陛下。旅の無事を祈る。下がってよい。はい。よっと本当ないわ。ないよな。ノクティス王子、調子に乗りすぎたな。しょうがないでしょ。なんとも幸先の悪い。グラディオ頼む。なんだ、一人で押してくれ。バカ言ってんじゃねえ。でも俺ら手離しても変わんないでしょ。プロンプトは離してねえだろうな。無駄に話していると疲れるぞ。いい子に席変われ。さっき勝ったばっかりだろ。ノクト、次俺でしょ。だそうだ。あー手痛い。おい手抜くなよ。はいはいはい。電話は？やはり話し中だ。っていうかさ、おかしくない？ハンマーヘッドもっと近いでしょ。さっきの地図の通りだが。すげえ近所だったよな。なあ、かなりね。世界地図で見りゃな。世界広いわ。実感できるな。この実感嫌でしょ。お前ら押してるか。押してるよ。押してる。もう近いはずだが。
待ってたよ。どれが王子？はじめまして、王子。結婚おめでとう。いや、まだだから。君軽なフレーナ様の結婚相手か。遅くなって申し訳ない。あっちでじいじが待ちくたびれてるよ。あんたは？シドニー、シドソフィアの孫娘、ここの整備士。さっさと運ばせろ。親父は大事に使えって言わなかったのか。そいつは繊細なんだぞ。ノクティス王子か。あ、まあ。親父の威厳はそっくり拭き取ったような顔だな。は？いろいろ控えた大事な旅なんだろう。もっと締まった顔できねえもんかね。こいつはすぐにはできねえぞ。中に運んだら適当に遊んでな。じゃあこの子中に入れようか。こっちだよ。しばらくここに滞在か。どんくらいかかるんだろう。ま、のんびり行こうぜ。王子、この辺りは初めてだよね。地図あげるからいろいろ見ておいで。よし、自由行動だ。好みの品を選んでくれ。ノクト、ちょっといいか。整備費用の支払いでもう金がない。シドニーに相談しようと思う。まさかの一文なしか。ああ、そうなる。だがよ、整備代にしちゃ高すぎねえか。あのじいさん。あれ？まだ整備中だよ。どうしたの？整備代高いかなって。うん？なるほど、じいじだね。外の厳しさを教えるってこれか。君たちに野獣退治で稼がせろってさっきじいじが依頼を取ってきたの。じゃあバイト代出すから頑張ってみる。場所はこの辺だよ。まさかのじいじの試練。やるしかないね。でも夜行っちゃダメだよ。死骸が出て危ないから。じいじには内緒。これ前金ね。それだけあれば泊まれるでしょ。そろそろ行くか。エーガネス、もう行くぞ。すぐ行く。まずはこいつらだな。やるぞ、ノクト。
計成功。ノクト、能力使いすぎてくたばるんじゃねえぞ。隠れて回復しろ。ノクト、うまいことやるじゃねえか。よし、次の地点へ向かおう。これ、何？電柱が折れているのか。一つや二つじゃなさそうだ。どうすりゃこうなるんだ。わからない。嵐か地震か。すぐそこのハンマーヘッドは何ともなってねえけどな。でっかい怪物が通ったんだったりして。大事の相手がそんなんじゃねえといいな。お前、前を見ろ。悪かったって。次はこいつらだね。ガンガン行こう。ノクト、気付けろ。連携成功。しゃ。ノクト、はいよ。やったな。あ。終わった。悪い。いい感じだ。当然。グラディオ、外すなよ。ノクトがいると楽できる。うまいこと言ったな。お互いにな。やったね。あと一箇所。さっさと行くぞ。今回の旅ってさ、どういう予定だっけ？ハンマーヘッドで整備が終わったら、ガーディナと船場に向かう。ガーディナからは船だぜ。で、着いた先で王子の結婚式だな。そっか。車の整備待ちしたら、ガーディナで船ね。こいつらで最後だ。気抜くなよ。ノクト、シフトブレイクして敵ガードを崩せ。イグニス、任せろ。フロント3号ってね。うまく合わせろよ。見てろよ。連携成功。イグニス、指示。まあな。よし、終わったな。あれ、電話。はい。シドニーだけど、胎児は順調？ああ、今終わった。よかった。悪いんだけどさ、ついでに人探しも頼めない？デイブってハンターが連絡取れなくなっちゃって、その辺の小屋にいるはずなんだよね。この辺の小屋。ああ、わかった。見てみる。シドニーから？なんだって？デイブってやつを探してくれって。行方不明なのか？え？すぐ近くの小屋にいるらしい。気をつけろ、来るぞ。はーい、ノクトのハッピートといっぱい取るからね。いや、これも大事。
無事に済んだな。おい、あっちにも小屋が見えるぜ。あ？いや待ってくれ、提案がある。なんだあいつ。凍鉄というモンスターが、あの鋭い牙を獲物に突き立て巣穴から引き出して食べるらしい。それさ、相当だね。性格的に関わりだね。敵の後ろを狙え。分かってる。早い。グラディオ頼む。そこに誰かいるのか。あんた、ハンターのデイブか。探したぜ。おい、大丈夫か。俺を探しに来たのか。ちょっと足をくじいてしまってね。なあ、近くに様子のおかしい野獣がいるんだ。ほとんど倒したんだが、まだ一匹残ってる。できればここで仕留めてしまいたい。君はハンターではなさそうだな。頼めるか。エーザ、俺たちに任せとけ。恩に切る。じゃあ、やつの居場所を詳しく教えよう。いい判断だ。さあ、気合い入れて臨もうぜ。一旦休憩して体勢を整えよう。よし、近くのシルベでキャンプをしよう。ここじゃだいぶハンターが活躍してるみてえだな。あの人たちって警護隊の代わり？民間の組織だが役割は同じだな。俺らよりよっぽど実戦経験してんだろ。俺、彼らの前でこれ着られないな。なんだよ、特別に作ってもらったんだろ。ご丁寧に紋章までついて。警護隊支給の服は身分証明でもあるからな。大事にしてくれ。よし、着いた。今日はここまでだな。キャンプか。今持っている食材をすぐに確認しよう。
相変わらずスタイリッシュだな。一番詳しいって？陛下の旅の間、シドがあの車を見てたんだからな。波の整備士では扱えないそうだ。複雑そうだもんね、レガリアって。遠い場所じゃ下手に壊せねえぞ。っていうかね、壊したら殺すって命してたから。大事な車だ、大切に乗ろう。そうだな。危ねえだろ。悪かったって。見て、あれじゃない？デュアルホーンか。デイブの言う通り変種のようだな。放っておくわけにはいかなそうだ。待て。なになに？やつはだいぶ気性が荒そうだ。そう？なんかぼんやりしてない？ああ来るぞ。うわっ！おお、やった、すっげえ。さすが。まだだ。え、うわっ。さあ、こっからだぜ。頼んだ、プロンプト。ナイス、プロンプト。電話。はい。見つけてくれてありがとう。デイブとも連絡取れたよ。あ、お疲れ様。こっちの整備ももう終わったよ。あ、そうだ、せっかくだからこの子カスタマイズしてみない？じゃあそれで。工場まで戻っておいで。わかった。さて、次の運転